サセックス大学。サセックス大学、英語、ユニバーシティ・オブ・サセックスは、イングランドのイースト・サセックス州ブライトン近郊、村にある1961年設立の総合大学。美しいキャンパスと学際教育が特徴の大学である。2011年4月までに、サセックス大学は3名のノーベル賞受賞者と1名の各国の元首、大統領。 首相を輩出している。サセックス大学で特筆すべきものの一つはその美しいキャンパスである。250エーカーという広大なキャンパスは英国政府が結出した自然美を持つ地域に指定した国立公園内ある。イングランドに美しいキャンパスを持つ大学は数あれど、このように政府認定の美しい景観の中にキャンパスを構えるのはサセックス大学だけである。 大学周辺には日本のフラノを思わせるような伸びやかな丘陵地帯が広がり、そこで作物が育てられたり、牛や馬が草をはんでいる。実際、キャンパスの隣も牧場で父牛が放牧されており、牛を間近に見ることができる。キャンパスの西隣はイングリッシュヘリテージが管理するで、美しい草原、小道、教会などがあり、晴れた日の散策に最適である。 蒸気のような美しい自然に囲まれたキャンパスは浜辺のロンドンと呼ばれるほど活気がありビーチ、音楽、パーティーの街として有名なブライトン中心部からわずか6キロの地点にある。ブライトン中心部には多数のパブ、レストラン、ナイトクラブ、ショッピングセンターや遊園地、映画館などもある。また夏になるとビーチは海水浴客でごった返し無料で 映画上映がされたり、花火が打ち上げられたりと多数のイベントが開催される。サセックス大学のキャンパスは周辺の豊かな自然に囲まれつつ、都会的な文化施設にも簡単にアクセスできる素晴らしいロケーションにある。2006年秋、イギリスの大学40校に留学している学生の投票によって、サセックス大学が滞在するのに最良の場所にばれたことも、 このロケーションの素晴らしさを証明している。サセックス大学のキャンパスには他のイギリスの郊外型大学と同様に学生が住む寮と生活に必要な施設があり一つの町を形成している。キャンパス内に居住する学生は全体の40%以上で約4000人である。キャンパス内には2つの銀行支店、病院、薬局、郵便局、ジム、 大学生共運営のスーパー、書店、カフェ、レストラン、パブなどがある。75万冊以上の増書を誇る図書館やコンピュータ施設は、学期中24時間をオープンしており、このこともキャンパス内に住む利点となっている。なお、サセックス大学の学生寮は、大半がキャンパス内にあるが、ブライトン市街地にも数カ所あり、そのうち最も大きなキングスロード量は、目の前に、 ビーチが広がるオーシャンビューの部屋や周辺ライトクラブなどが多いことで学生に人気がある。キャンパス内の建物はあの設計で英国政府指定建築物に指定されており法律によって保護されている。特にフォルマーハウスは第一級建築物で第二次世界大戦後建設された教育施設の第一級建造物指定は英国内で2例しかない。 ブライトン市内からキャンパスへのアクセスには主に鉄道かバスが便利である。鉄道の場合、ブライトン駅まで行きの列車で約6分である。この列車には自転車も無料で積み込めるので大学内を自転車で移動する。または、行き帰りのどちらかは自転車を使うときに便利である。フォルマー駅からキャンパスまでは徒歩3分程度の距離であるが、駅の反対側に、 ブライトン大学のキャンパスもあるので間違いないように注意する必要がある。バス利用の場合、ブライトン中心部からキャンパスまで約25分である。週末のバスは深夜1時過ぎまで営業をしているので、ブライトンのナイトクラブなどで遊んだ後、キャンパス内の寮に戻る学生で賑わう。なお、キャンパス内にもバスの停留所が数箇所あり、キャンパス内での乗降は無料である。 ロンドンからブライトンへのアクセスは主に鉄道と高知からブライトンまで約1時間でどちらも鉄道のである。またを使うとユーロスターが発着するセントパンクラス駅からロンドンブリッジ駅経由乗り換えなしでライトンへ行くこともでき、こちらは所要時間1時間20分程度である。高知の場合は車の路線でロンドンビクトリア高知駅からブライトンまで約2時間である。 高知は深夜でも運行しており、また、ブライトン市内数箇所に停車するので、鉄道を使うより便利な場合も多い。ロンドン周辺の空港からブライトンへのアクセスは、ヒースロー空港の場合、高知で所要時間、約2時間である。鉄道を利用する場合は、一旦、ロンドン市内中心部に戻って上記いずれかの駅か、ブライトンメインラインの列車に乗車する。 ガトウィック空港の場合は、鉄道で約30分、高地で約45分である。サセックス大学のキャンパスには120カ国以上から学生が集まり、20%以上の学生が海外からの留学生である。留学生の出身地域別では EU 圏内、アジア、そしてアメリカとなる。しかしながら国籍別の統計が公表されていないので、日本人が どの程度在籍しているのか定かではない。サセックス大学の学生の男女比は4、6と女性の方が多い。また、サセックス大学は、開かれた教育や、生涯教育に力を入れていることでも有名で、結果として、マチュアスチューデント、学部入学年齢が21歳、大学院入学年齢が25歳以上の学生が、約20%と多い。障害を持つ学生や、 社会的に不利なバックグラウンドを持った学生も、サセックス大学は広く受け入れている。サセックス大学は学部によってではなく、より大きな区分である、スクールに沿って組織が編成されている。スクールは13あり、その下に、いくつかの学部が組み込まれている。スクールは、下記の通り。文部科学省が、平成20年にまとめたデータによると、 サセックス大学は、以下の日本の大学と交流協定を結び、留学生や研究者の総合受け入れなどを行っている、文部科学省データ登場順。東北大学、広島大学、学習院大学、精神女子大学、法政大学、近畿大学、京都女子大学。サセックス大学に対する様々な評価を紹介する。ただし、以下の記述の多くは、 大学全般に対するものであり、個別の学科、コースに関する評価ではないことにご注意ください。また本記事は最新情報ではない可能性があります。最新の情報は各自お調べください。QS 社が QS ワールドユニバーシティランキングス2014-15を発表した。同社は2009年までタイムズハイヤーエデュケーションと提携し、 タイムズハイヤーエデュケーション、QS 世界大学ランキングを編集してい,いが、タイムズハイヤーエデュケーション社が、その協力関係を解消し、2010年より、QS 社独自の世界大学ランキングを発表している。サセックス大学は、開発学、デベロップメント・スタディーズで、2014、2015年度、世界ランキング第1位の評価を受けた。とは、イギリス政府が、 研究機関に対して数年に一度行う研究成果の公的な調査及び査定である。来ではイギリスの研究機関で行われている研究を何十もの分野に分け、その分野の専門家がお互いの研究成果を査定している。イギリス政府は来の結果に基づいて国内の研究機関への資金配分を決める。来はこれまで1992年、1996年、 2001年、2008年の4回実施されている。最新の来、2008年版によると、総合ランキングで第28位であった。査定方法が変更されているため正確な比較ではないが、この結果は前回、2001年の調査の36位から改善している。2008年の来では、サセックス大学は26分野で査定を受けた。 そのうち特に高い評価を得たのは、アメリカ学で1位、ヨーロッパ研究で2位、美術史で3位だった。サセックス大学の来2008前結果はこちらをご覧ください。イギリスでは、新聞各紙が独自の視点に基づいた大学ランキング、総合ランキングは、下記の表を、参照を発表している。英国では、分野別で大学が評価されることと毎年各大学。 各分野の順位が変動ることに注意したい。サセックス大学の主な関係者、創立者、教員経験者、卒業生、中退者。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。